奥手かテカチャンスです。モーニング娘。の鞘師里保がお送りしています。 FM 富士リホネリ、改めましてこんにちは。モーニング娘。の鞘師里保です。こんにちは、番組のペイトレイです。はい、ということで今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ちょっと今気になってるんですよ。はい、鍋のことを考えながらお送りする、集中してくださいよいやちょっと最近お鍋、まあ時期的にね、こう、はい、時期的にね、美味しい時期じゃないですか。いやそうですよ。いや食べに行きたいななんて思いながら、片手間でやらないでくださいよ。大丈夫です、大丈夫です、真剣にやるので。真剣にやってます、はい、ということで、はい、まあそんな私ですけど、うん、学校で最近ちゃんと起きてるって話をしてるじゃないですか。まあそうなんだけどね。そうなんです。この間ね、この話でちょっとね自慢されましたけども、はい、はいはいはい、なんですよ。いいことですよ、やっぱり。最近睡魔がやばくて待ってください、すごいんですよ睡魔が。ちょっと待ってください、どういうことですかまたですか。またピークというか時期がやってきたようです。この間ね、ちょっと聞いてない人もいるかもしれないけど、勉強するじゃないですか、うん、まあね